何金が頑張ってますこうなるっていうのを今日これからやります。注力は上がるかどうか、あ自己注力だから大使権の発生では人は生まれつき自然注力をある程度の高さで持っているという前提なんですよね。でそれは何らかでその自然注力が発揮できていないっていう時に人が病気になるとか調子が悪くなるっていう発想なので、なので俺らがその配管制御をしてやればその人は本来の自然注力まで戻るはずやっていう大前提なんですよね。芝が困らばっていう人で、この人は一応2600年前に実在した人物でして、今でいうネパールとの国境のあたり、インドの東北地方に実在した人で、ブッダの主従やったと言われてます。まず、ハムスラニングをほぐすに集中します。で、こういうのなんかやったことってあるの？こう入っていくやつってなんとなくみんな知ってます？ライン3と言ってもいいんですけど、ライン3のすぐ上がハムなので、これを斜めに押して、斜め45度に押して、足は斜め45度に引く。超ドラムやりならもう体で行っちゃってください。ゆっくり足の甲を押していく。で、こっちの足首をちょっと曲げた状態で持っといて、軽く圧をかけたら、圧をかけたままゆっくりこの筋肉を乗り越えていく。はい。じゃあ、生態的猫背の考え方。ここで重要なのが、心と唱えることってどういうこと？ OK でしょうか？結構深いですよ。深いですけど、本当に多いんで、今。ただね、テクニックだけを提供するんじゃなくてね、そういうところからも見てくださいって話ですね。緊張している筋肉 VS 弛緩筋、これ分かりますかね。緊張している筋肉と弛緩している筋肉の意味を、猫背ってどういう状態ですか？それはみんな分かるでしょ。縮んでる筋肉代表格、猫背の縮んでる筋肉代表格ですよ。みんなどれぐらいかちょっと自己申告して。でもね、ここがもうすでに行く前にも当たる。まず歪みを作る方に先にやります。その後に最後に戻す方向で終わります。わかりますかね、このフラット感。わかります？わかるよね。だからこの順番を間違えると骨盤をもっと歪ませて帰らせてしまうっていうことを言いたかった。チェックね、さっきの猫背。あ、全然違う、全然違います。スーッと入ります。反り腰の人の硬くなる筋肉は何筋でしょうか？緊張している筋肉は。おお、鍛えてる筋肉だよね、これ。いいヒップライン、これ。ここが盛り上がってて、ここが反ってる。どう？見解的には反ってる？縮んでる筋肉がここでつながってるわけですよ、みんな。うん、これだから緊張筋と弛緩筋っていうのを覚えてくださいね。じゃあちょっとまずは、あ、仰向けで、あ、仰向けです。こう俺が言うたらみんな必ず逆に寝るの法則なんだよ。みさきちゃんもなぜかいつも頭こっち向きで足寄せないんですけど、あ、いや、いいんですよ。あ、そうじゃなくてこれで合ってます。この足をまずズズズズズっとちょっと前に持っていって、ここにちょっとストレッチをかけてるんですよ。そう、それでまずはギューッといっといて、で、まあ、みさきちゃんはあんまりあれなんですけど、これが浮いてる人が多いので、これでいろんなバリエーションがあると。こんな感じ。